スマイルジャックは日本の競争場。主なカチクラは2008年のスプリングステークス、2009年の関谷記念、2011年の東京新聞杯。場名には笑顔を独占できるようにという意味が込められている。この場名は新潟ローカルの情報番組スマイルスタジアム NST の一企画である競争場命名プロジェクト2によって決められた名前である。 2007年9月1日、新潟競馬場の新馬戦がデビュー戦となり柴田義富が起乗して2番人気に支持され、競争では2着となったドリームガードナーに一番新反差を付け初勝利を挙げた。続く格上挑戦で挑んだ9月29日の不要ステークスでは、起乗予定だった柴田義富が同日第一レースで落馬して、負傷を負ったため急遽。 小林淳一に乗り換わったものの一番人気に指示されたが、競争では、フォーチュンワードに花差で敗れ二着だった。10月20日のイチョウステークスでは、柴田義富が療養中のため田中勝春に、乗り換わりまたも一番人気に指示されたが、競争では、アロマキャンドルに、首差で敗れまたも二着だった。重症初挑戦となった、東京スポーツ杯二歳ステークスでは、柴田義富が復帰して、 新馬戦以来の起乗を果たし、レースでは5番人気で3着に入った。なお競争後は放牧に出された。2008年1月初旬に日本トレーニングセンターに帰級し、1月26日に自己条件の若竹賞で実戦復帰を果たし、競争では1番人気の指示されたが3着だった。続く2月17日の木更木賞では、 小牧太志が起乗し5番人気で2着に入り、オープン馬となった。そして3月23日のスプリングステークスでは6番人気だったが、レースではスタート直後に一旦先頭に立ったものの2番手で、レースを進め、最後の直線で逃げていた湘南アルバをかわしそのまま、先頭でゴールして、重賞初勝利を挙げ、サツキ賞の優先出走権を獲得した。父、 谷のギムレットも2002年に同レースを制しており、七五制覇を成し遂げた。そして4月20日のサツキ賞に出走したが、4番人気に支持され、好意でレースを進めるも、直線で伸びを欠いて、キャプテントゥーレの急着に敗れた。続くクラシック第2戦、七五二大制覇、前年のウオッカに続く。 谷のギムレット3区の連覇を目指した東京優春では12番人気と、札幌賞での敗戦などで大きく人気を落としていた。道中は逃げ馬を見ながら、好意でレースを進め、直線では一旦完全に抜け出し後続を突き放しに、かかったが、ラスト100メートルあたりで大外から一気に強襲したディープスカイにかわされ2着となった。低評価を覆しての構想で、 この結果3連単は20万馬券という高配当となった。秋は菊花賞トライアルの神戸新聞杯から始動。しかし9着に敗れた。そして迎えた本番菊花賞。レースでは先行集団に位置し4コーナーでまくって先頭に立つがその後失速し16着に敗れた。その後は菊花賞から大幅な距離短縮となった初の小馬との 対戦マイルチャンピオンシップでは岩田厚生に乗り換わったが11着に敗れた。4歳となった2009年は1月31日の東京新聞杯から始動、9番人気と低評価だったが最後の直線で馬場の内側から追い込んで3着と構想した。4月18日のマイラーズカップでも前走同様9番人気だったがレースでは先行してゴール前でスーパーホーネットと カンパニーに買わされたものの3着に入った。5月16日の k 王杯スプリングカップでは一番人気に押されたが、第3コーナーで不利を受けたのが響いて7着に敗れた。6月7日の安田記念では、後方からレースを進めたが、最後の直線でつまずいて9着に終わった。しばらく間を空けて8月9日の関屋記念に出走。新潟の長い直線で足をため、 一度は抜け出した、キャプテントゥーレを捉えると、竹豊騎乗の光る大空の追撃を抑えて一位、入選。騎乗した、三浦高生に、重傷に証明をもたらした。10月11日の毎日王冠では、中団からレースを進めるも、直線で伸びきれず7着に終わった。本番の天皇賞では終始後方のまま11着と、大敗した。続く、 マイルチャンピオンシップでは6着に終わった。明け5歳となった2010年は、前年同様東京新聞杯から、始動、中団からレースを進めるも伸びあぐねて7着に敗れた。続く3月21日の六甲ステークスでは、道中中段追走から直線で外に持ち出すと、逃げる球もないスプレーを、ゴール手前で捉えて勝利した。四月十七日のマイラーズカップに一番人気で、出走。 後意中段からレースを進めるも伸びきれず、リーチザクラウンの五着に終わった。6月6日の安田記念では、中段グループ待機から最後の直線で、馬場の内側から追い込んでくるも届かず昭和モダンの三着に、敗れた。夏場の休養を挟んで、秋初戦は10月10日の毎日王冠。3.4番手追走から足を伸ばしてくるも四着だった。10月31日の天皇賞では、 後位追走も伸びきれず8着に敗れた。11月21日のマイルチャンピオンシップでは、起乗予定だった三浦光成が前日に落馬負傷したため、川田省宮尾に乗り換わって、出走、3番手追走も直線で伸びきれず6着だった。明け6歳の初戦は3年連続となる東京新聞杯。レースは3点に4番手追走から直線で先頭に、 立つとその外から追い込んできた、キングストリートを、花さを抑いて2009年、関谷記念以来となる重賞3勝目を挙げた。続く、マイラーズカップ中段後方からレースを進め、最後の直線で出走場中最速の上りを出すも、伸びきれず6着。安田記念では、後方待機から、最後の直線で外から追い込んできたが、リアルインパクトの3着だった。夏場の休養を挟んで、 秋初戦のマイルチャンピオンシップでは、後方からレースを進めたが11着に終わった。続く、阪神カップでは終始後方のまま15着と、大敗した。明け7歳の初戦は4年連続で、東京新聞杯。集団からレースを進めたが直線で伸びず16着。続く、初のダート戦となった、フェブラリーステークスでは終始後方のまま14着と、大敗した。 安田記念は、最後方から追い上げるも8着。宝塚記念は先行したが15着と大敗した。関谷記念は、後方から追い上げてくるも6着に終わった。その後は、形成早や2着を最後に惨敗が続き、2013年9月19日付で、JRA 競争馬登録を抹消され、川崎の山崎博美級者に移籍した。一席初戦のマイルグランプリ。 自戦の浦和のゴールドカップともに10着だった。年明け初戦となった2014年1月8日の船橋記念は、的場踏みをにて変わり、スタートで出遅れ、最高峰からの競馬となったが、うち目を追い上げて5着だった。続くマイル戦の馬自治畜産振興競技開杯は、山崎誠氏の手綱で同じく最高峰からの競馬だったが伸びず7着だった。 4月29日に行われた柿つばた記念では、最後方からの競馬で見せ場なく11着に終わった。10月28日、引退が発表された。引退後は、北海道で余生を過ごす予定だったが、アロースタッドでの種ボバ入りが決まった。2015年より、アロースタッドで種ボバ入りしたが、繁殖品馬を集められず、2016年の 種付けシーズンをもって種ボバを引退し、乗馬になることになった。現在は東京農工大学馬術部にて先風の名前で所属している。ありがとうございます。